まずまりいただき誠にありがとうございます。大事なことを最初に伝えないとね、我々、まあ、あの皆様もあの我々の活動も SNS 等であの拝見しているとは思うんですけども、我々2人にですね、禁酒を宣言します。宣言いたします。あのまあニヤッと笑った方もいると思うんですけども、あの SNS でとあの毎日のようにはぐれ連合軍会ね、はぐれ連合軍会を、毎晩朝まで繰り返した結果ですね、昨日はまあちょっと過ちと、まあ、やらかしましたね、人生を外しそうになった出来事もありますが、まああの親から離れる感覚ですよね。まあお酒から立とうと。ちゃっかり酔っ払ってんだろうな。まあお酒を多少今体の中に、あの抜け切れてないんだよ、我々。抜け切れてない状態でございます。本当昨日も朝の6時、7時まで、お酒と一緒に。明け方4時のシャンパンとかやめようよ。本当に。なんでこれお前のイベントでシャンパン3本も入れてんだよ。いやいや、これはもうだって。気持ちじゃないですか。気持ちいいでしょ、入れた側としては。いや、普通に、普通の時に飲むんだったらいいけど、はい、なんでお前のイベントで俺はシャンパン3本入れてんだよ。いやいや、のんちゃん、タリちゃん、どうですか。タリちゃん、ここでやめとけ。まあまあ、あの、ってことは、イベントで3本ってことは、俺の誕生日じゃ10本とか、そのぐらいですか。うわ、その誕生日はまずくないか。まあまあまあそうですよね。まあそういうのも考慮してとりあえず禁酒をしようかなと、うん、お前の誕生日さ、一番はぐれてる人と同じ誕生日じゃない、ひょっとして。一応この会社で一番偉い人とお前同じ誕生日じゃんか。誕生日って誰だ、いましたっけ。え、うん、いや、これああ、それですか。やっぱりそう、多分業界で一番はぐれてるのは武藤敬司なんじゃないかと。いや、それは野沢さん、僕もやっぱりこの間の試合を振り返ってやっぱ一応観察させてもらったんですよ、ちょっと、うん、控室来て何するかなと思ったら真っ先になんかあれでしたね、弁当食ってましたね。食ってた。別に何だ、自分のじゃないのにもかかわらず弁当食ってたし、間違えられたんだろう。なんかリングアナウンサーにね、うん、順番というか間違えられてましたし、それもなんかずっと言ってましたよね。なんだろうなって言って、でしれっと若いのがムツさんのバッグを控室から持ってって早引きしやがって、うん、そうですよ、一番外れてんじゃないかって。社長にもかかわらず試合の最後じゃなく途中で自分の休憩とサイン会終わったら帰ったんですよ、あいつ。これは一番外れてんじゃないかと。いいのかって、社長たる者は最後まで責任を持って見届けて帰るのが筋ってもんでしょ。まあ俺はそこまでやらないけど、あのはぐれ社長です、はぐれ社長。はぐれ社長だ、あいつは。もうあいつだって言っちゃってますけど。だからあいつはまずいだろ。あの人は、あの人ぐらいにしとこうぜ。あの人は気づいてないんですよ、自分が。まあ気づいてないけど、いや、そもそもおかしくないか、ノアの分隊出て。あ、そうですね。しかも3月20日、はい、レストランが後楽園ホールあるのに、はい、埼玉スーパーアリーナ DDT さん出るって。あ、うん、そうか、 DDT の方に出て。あ、はぐれてるよな、これ完全に。レッスン出ないんでしょ、大丈夫ですかね。いやいや、会社としてだから3月20日、うん、出て、あのムツさんはぐれてるんだから、うん、ダブルヘッダーしろと。で、相手は俺たちがやってやるから。あ、やってみましょう。ムさん、誰でもいい、うん、まあ、できたら、本当は近藤修司もはぐれたがってるから、はぐれてる武藤さん、コンちゃんが組んで、俺らでいいと。で、そっちのチームが負けたら、うん、2人とも 4.4 のはぐれ連合軍工業に無条件で出ろって、うん、ギャラは一切払わない。もうそこははぐれてるから、うん、それ条件で逆に大パさんごちそうしてもらいましょうよ。あ、そうなっちゃう。あ、でも禁酒でしただろ。ダメか、お前酒残ってんだろ。お酒が抜けてない、まあ、だから3月20日の我々は武藤刑事にはぐれの条件を
あのかけて、あの挑戦表明です今日、うん、俺たちが勝ったらはぐれ工業あのノーギャラで出てもらう、武藤近藤に。でも俺たちが負けたら俺たちで大場さんごちそうしてやるよ、武藤さんに。えメモリー、メモリー、またメモリーしようぜ。バカ、大丈夫だって。俺ら飲禁酒だから飲めないでしょ。あ、向こう飲んでるの 見てるだけですか。じゃあそうなっちゃうね。マジか。それぐらい我々も気持ち入ってるって、まあまあ、あんまり伝わらないと思うけど、我々の禁酒って結構本当生きるか死ぬかですから、ね、うん、それかけてるってことですよ。あ、もう武藤さんにはそれであのダブルヘッダーしてもらって、でまあダブルヘッダーしてるから大丈夫だろう、勝てるだろう。そうですね。あれどっちが先なんですか。 DDT が先。先、あ、うん、じゃあ対戦相手にちょっと、そう、我々が沼足しとくしかない。本当このカードを認めてくれなければ我々本当にはぐれるぞって。それがもう認めなかったらもう本当にはぐれと見なされますよ。本当にね、あの二人、近藤修司、うん、そうです。はぐれたいんだったらはぐれればいいんだよ。他にもいるじゃん、全日本にもさ、スワマとかさ、はぐれてんのにはぐれないっつってさ、全然ラブコール送っても素直に なりましょうよ、帰ってこないからさ、ね、スワマももう小さくまとまらずに思いっきりはぐれればいいと、責任は持たないと我々。でもとりあえずはぐれた方がいい、はぐれてんだから。まあ、あとあれだね、はぐれの、はぐれといえばはぐれのパイオニアの剣の家臣さん、はい、ね、あの全く連絡取ることが不可能だからさ、学校に一回俺たちで授業を受けに行こう、お願いしに行こう。講師されてるって、あの月曜日行きましょう、授業をしに、うん、来週授業受けに、月曜日ロケ、突撃大学、ちょっと、リサーチして、うん、ちゃんと。だから、俺たち入れるかな。そこがまず問題だよね。俺じゃないだろう。私は大丈夫みたいなことやめてよ。そっち一番はぐれてんだから。いやいや、だって、タトゥーとか大丈夫ですか。温泉とか、だって NG でしょ。あの、オリンピックももうじき、ダメですか。あの、始まるから、多分、大丈夫になるらしい。本当ですか。うん。そうなのか。外人が増えるからね。これで法律変わってくな。素晴らしい。何の話してきた。まだ。だからちょっと家人さんにもちょっともうそろそろ本気でラブコールを。ね。もう本当剣道家人を俺はレッスルワンにはあげたい。うん。家人さんも上がりたいんじゃないでしょうかね。いやそれは分かんない。そこは。あの本当にはぐれてる人だから。はぐれのパイオニアですね。なんか綺麗にはぐれてる方だよね。ああそうですね。まああとは本当武藤さんが挑戦受けないんだったら俺たち本当レストランからはぐれるぞ、いいのか近藤修司って、俺たちがはぐれていいのかって。泣いてもしょうが知らねえぞ。言うよね。言っちゃったね。いやこれはお酒のせいだ。ありがとうございます。なんかあれば、あれば家臣さんを挙げたいというのはその4月の44の、はい、そうですか。そこを須山選手も含めてまあ他にも業界ではぐれてる人たくさんいるんで、もう恥ずかしがらずにはぐれてるっていう人は、そうですね、俺のとこ電話してきてって。はぐれてることにプライドを持とうぜって。先輩後輩関係なく、そこはちょっとやっぱ本当、はぐれてる人は電話くれたらとりあえず飲み会セッティングするから、はぐれ連合軍会禁酒飲める飲めない関係ないですよね。その時は飲むよね。で今日飲みに行くでしょ、浅草でしょこれから。そうですよ。でもお酒飲むかは分かる、まだ。いや禁酒宣言したからね。禁酒宣言したから。でも禁酒宣言とは何時間禁酒宣言っていうことだって、禁酒宣言ですからね。それなんか1ヶ月2ヶ月とか
大きいスパンで考えてますけど、いや今から1時間禁酒しますって言ったらこれだって禁酒正当な禁酒の正しいやり方でしょ。はぐれてんなこいつ本当に。だから俺今から3時間ぐらい禁酒しますっていうことで。でもあれ家臣さんって学校であれ何教えてるんですか、はぐれについて。人の教えてんすか、人からはぐれる、どうはぐれ、正しいはぐれ方とかですかね。慶応で教えてるというのはすごいですよね。慶応大学ですか。だからそれ来週行こうよ。一応宣言したから。いう質問したいこともあるんで。ね、授業中に挙手しますか。本当に殴られそうだね。手をほら出ろ。こうやっていやだ手飛びつき腕にしびれた。やられちゃう。やられちゃうかもしれませんね。すべてうまくいけば 4.4 のハグレの連合軍工業というのは武藤さんあり、はい、鉄山選手や家臣さん集まり、もうハグレ祭りみたいな形で。そうです。業界のハグレてる、本当のハグレてる人たちを集めて。だってもう武藤さん本当に帰っちゃうんですよ。しかも新宿フェイスこの間あった日、新宿じゃない池袋での焼肉610で同じ時間にイベントをぶつけてくるっていう、これは完全にはぐれてるだろうと。でもはぐれすぎだろう、ね、はぐれてますね本当に。気づいてない人もいるかもしれないけど、絶対これ一番はぐれてるんだって武藤さんが。だからやっぱ武藤さんもああいう方なんで、なかなか自分からはぐれるって言えないから、我々が武藤刑事にはぐれの手を差し伸べるっていうことで、うん、まあ武藤さん、まあ、天才ゆえのあれですかね、自分がはぐれてることに気づいてないのかもしれないんですよね。やっぱ気づかせたい、あげたい。そうだね、俺たちははぐれてんですよと、なんか大丈夫ですかっていう、一緒にどうですかっていう、ね、はい、まああとあれだね、イブシなんかも本当いい加減連絡してって。あの人もはぐれてますね。これをこういうので見てっつって、ユウさんもはぐれてるんですね。確かに、まあ、だからあれですよね、まあ、その会社からはぐれてるとか、家族とからも一回はぐれちゃった人とかも。あ、俺3回はぐれてるけど大丈夫か。じゃあもうあれじゃないですか、報道じゃないですか。人生のパイオニアじゃないですか。あ、そう、はい、もう1回とかいるじゃないですか。今日またお酒飲んでミーティングだね、これから。まあその頃に禁酒終わってる。終わってる、はい、1時間たれば禁酒は終わってる、はい、終わってる。おらい臨場うまくいってませんけど、諏訪間選手は見込みとしてどうですか。いや、これで出なかったら男として恥ずかしくないのか。はぐれることもできない男ってダメじゃないですか。そうですね、はい、そのままになるとやっぱ怖くてあんま言わないね。いやいや、まああんまり、やっぱ先輩だから。先輩そこは関係ないっつったじゃん。いや当たり前ですよ、もう一番怖がってます、あの人。はぐれて、はぐれのパイオニアになりましょうよ、さんまさん。いや、パイオニアにはなれないでしょ、もう俺たちはぐれてんだから。その後でしょ。あ、オライ。まだミーティング。ミーティング好きですね。ミーティングという名の。でも諏訪間にも会いに行こうかなと、二人で。ちょっと、うん、二人で。別に全日本プロレスの会場行ってもいいし、はい、それか諏訪間くんち行ってもいいし。どっちかだね。そんな感じで言ってますか。の方が面白そうやね。なんか意外にウェルカムで飯でも食ってくるみたいな感じになるかもしれないじゃん。中には入ったことないですね。あ、そう、はい、じゃあ諏訪間くんち行こうか。そこも、はい、うん、諏訪間ももうもう俺らと絡んでしまったんで、ジタバタしないで素直にはぐれろっていうことだけ。そう、なんかさ、俺の知り合いのマスカー剥いだりいろいろやってんだけどさ、そういうことするなって。マッシュプル乗ってましたね。そう、ここまでじゃあ受けて、
中身俺じゃないからあれはジャイアントヒット。あそこ俺に似た人だから。あ似た人、うん、ドッペルゲンガーですね。そうだからドッペルゲンガーもうそれを俺だって言うんだったらじゃ あ, あの俺はもう今日初めてスワマに本当に会いに行くと、うん、会いに行ってじゃあ出てもらおうと、うん、それとやっぱ武藤さんだね。この2つあと剣道家臣、うん、この3人をなんとか 4.4 にだからこの人たちが白黒はっきりつけてくれないからカード発表できないんだよ。メインとセミとか上の方我々もだから本当まあ業界一のはぐれ者武藤敬司を、レスリングマスターじゃない業界一のはぐれ者名前変えてもあれだよ、うん、サブネーム変えた方がいいですよ本当にレスリングマスター武藤敬司のところそう浦さん変えたらいいと、うん、業界一のはぐれ者はぐれマスターはぐれマスターこいつのはぐれ方は半端ないぜ